竹之内豊かも落ちた倉科香なの親父殺しなワイルド素顔女優の倉科香菜27が昨年12月21日1月スタートの新ドラマ残念な夫フジテレビ系の役作りのためにしたというショートヘア姿をブログで公開し話題となった倉科さんは主演の玉木宏さんの妻役でファーストクラスに続いて 2クール連続のフジテレビ水曜十字枠の出演です昨年は6本今年は7本のドラマに出演するなど今や完全に売れっ子女優の仲間入りですね10月には17歳年上である竹野内豊さんとの交際が写真誌に報じられましたが公私ともに充実しているのかそれが表情にも出ています倉科さんは毎年 正月におせちを作るほどの料理上手。よく撮影現場にも南蛮漬けや筑前煮などの差し入れを作って持ってきてくれますよそんなところに竹野内さんも惹かれたのではテレビ局社員非生活が報じられることを過剰なまでに警戒する竹野内が倉科との交際を認めたことには芸能記者たちも驚いたというしかも今まで 背の高い女性がタイプだったはずなのに、身長158センチの倉科だったことも意外だったようだ。週刊誌記者が語る。お互い犬好きというのもきっかけの一つですが、やはり性格が合うのが一番のようですね。倉科さんは、ああ見えてかなりの負けず嫌いで、性格や趣味も男っぽいんです。お酒が大好きで毎日のように飲み、時には一人飲みもするほど、 それもカクテルやサワーではなく日本酒や泡盛ですからねまた雨が降っても傘をささないなどワイルドな一面もあったりで同年代にはあまりモテないらしいでも年が離れた男性にはそれが逆に魅力的に映るんでしょうね学生時代にアルバイトしていた熊本市内の吉野家では年上のスタッフやおじさん客から大人気で今でも 倉品のサインが飾ってあるという、竹の内を魅了した年上キラーぶりはその頃からのようだ。